で、どうやってこう作品のイメージというか作りはったんですか？ちょっと禅的なこと、なんかと哲学的な襖にしたかったです。ただの景色とかそんなじゃなくて、始まり終わりで、ここにそれの完成形があるっていうストーリーを作りたかった。なんかさっきもちょっとあの哲学的な話もされてたんで、すごい深いんだなって思ったんですけど、あの、ボンでしたっけ。あ、はい、そう、あが始まりで、うが終わり。ああ、あう、はいはいはい、こっち側が始まりで、来て、向こう側が終わりで、やったら、ここに感じ。